三菱支持所、三菱支持所株式会社、三菱支持所は日本の不動産ディベロッパーとして三井不動産と共に業界の総壁を成している。丸ビルや新丸ビル等のオフィスビルのプロパティマネジメントを、単三菱支持所、プロパティマネジメントや住宅事業を担う三菱支持所レジデンス、設計事業を担う三菱支持所設計等をグループ内に有する。トピックスコア30の 構成銘柄の一つ。ブランドスローガンは、人を思う力。街を思う力。三菱グループの中核企業の一つであり、三菱金融会と三菱広報委員会に加盟している。旧三菱財閥が開発した東京駅周辺の大丸有地区、大手町、丸の内、有楽町に30棟以上のビルを保有しており、 三菱 UFJ 銀行や三菱商事、三菱電機など、三菱グループ主要各社の本社も多く集積している、ことから、丸の内一帯は、三菱村と例えられることもある。また、横浜、港未来地区の開発にも大きく関わっており、1993年には、同地区のシンボルともいえる横浜ランドマークタワー、ビルとしては当時日本一の高さを開業させている。 今は前日の大丸有地区において、1998年から2017年までの20年間で、総額9、500億円を投資して、高層ビルの建て替えをする都市再生事業を展開している。これは既存のビルを、業務、商業、文化機能が付加された、超高層ビルに建て替えることで、町全体の魅力を向上させて、新規ビルと既存ビルの入居率、 賃料を向上させる戦略に基づいている。すでにその、第一ステージ、1998年から2007年、として、丸の内ビルディング、丸ビル、日本工業クラブ会館、三菱 UFJ 新宅銀行本店ビル、丸の内オアゾ、東京ビルディング、新丸の内ビルディング、新丸ビル、ザ・ペニンシュラ東京の6棟を新たにオープンさせた。 2008年から2017年までの第2ステージでは7から8棟を建て替える予定である。すでに2009年に第2ステージ第1弾として丸の内パークビルディング、三菱1号館、小賀ビル丸の内スビー、三菱商事ビル3棟の一体建て替え計画が2012年1月に第2弾として丸の内英楽ビルディング、丸の内1の4計画。 東銀ビルと三棟建て替え計画が2012年10月には第3弾として大手町フィナンシャシティノースタワーサウスタワー大手町1丁目第2地区計画を竣工させた。また第2ステージ第4弾としてリソナ・マルハビルと三菱東京 UFJ 銀行大手町ビルの建て替え計画大手町マイナス1計画が2016年度に竣工予定であり。 第5弾としては、富士ビル、東京海館ビル、東京商工会議所、ビル3棟の一体建て替え計画が2017年度中に、第6弾としては、大手町連鎖型都市再生プロジェクト3次事業が2016年度中に、竣工予定である。また、大丸有地区をはじめ、三菱自所所有のビルの運営は、グループ会社である、三菱自所、プロパティマネジメントが担っている。 住宅事業ではグループ会社の三菱自所レジデンスがザ・パークハウスザ・パークハウスのブランド名で全国に展開する分譲マンション事業を主体とし都心部の高級マンションのほか、仙台市の泉パークタウンに代表される郊外でのニュータウン開発にも多くの実績を持つ三菱自所レジデンスは2010年2011年分譲マンション供給個数ランキングで全国1位 5424個、5331個である。全国的に幅広く事業を展開し、供給個数も多いことから、三菱自所レジデンスのザ・パークハウスのブランは認知度も高い。ブランドコンセプトは一生ものに住む。居住者をサポートする会員組織、三菱自所のレジデンスクラブの会員数は業界最大の60万世帯以上。 マンションの管理はグループ会社である三菱自所コミュニティが担っている。近年では不動産流動化スキームを用いた都心部の賃貸マンション事業、ブランド名ザパークハビオ、分譲一戸建て事業、ブランド名ザパークハウスステージ、資産形成用マンション事業、ブランド名ザパークワンズ、リノベーションマンション事業、ブランド名ザパークリモ等も積極的に展開する。 海外でも多くの実績があり中国、タイ、シンガポール、オーストラリアを拠点に大規模な複合開発を行う。また、2000年代からは商業施設の開発、運営にも注力しており、丸の内エリアの商業化やアウトレットモール、グループ会社の三菱自所、サイモンがプレミアムアウトレットのブランドで展開の開発も積極的に進めているほか、2012年には、 商業施設の新たな機関ブランド名称、m a r ケイズマークイズを策定し、その第一弾として2013年4月に、m a r ケイズ静岡、静岡市青区が、続けて、同年6月には、m a r イズ a 港未来、神奈川県横浜市が開業した。さらに、大阪最後の一等地と称される、大阪駅北地区、通称、北ヤード。 梅北先行開発区域、グランフロント大阪を代表事業者として落札し、2013年4月に町開きを迎えた。その他にも高級ホテルチェーンであるロイヤルパークホテルズなどの運営を手掛けている。三菱地所は主に町づくりや環境への配慮に重点を置き CSR 活動を展開。具体的な取り組みとしては、丸の内エリア周辺でのコミュニティ形成のための 取り組みや、小中学校での環境教育、東日本大震災復興支援、都市と農産村をつなぐプロジェクト、空と土プロジェクトなどがある。空と土プロジェクトは2008年4月に策定した、三菱地所グループ社会貢献活動基本方針に、月、村、人、時代づくりを行う目的で設立された、NPO 法人にが画をつなげてが開催した。 限界集落ツアーへの参加がきっかけで、同 NPO 法人との共同が始まって2016年現在まで実施されている市県北都市津多摩城の増付地域でのプロジェクトで今に至るまで様々な体験ツアーの実施や農作物や干ばつ材等の地域資源と三菱自所グループの事業とが連携して行う資源活用などが行われている。例として地域資源を活かした森林。 山梨県産材を活用した住宅建材や純米酒丸の内などの商品開発などがある。以下には自社グループ保有物件のほか、共同事業物件、保有者からの三菱自所、プロパティマネジメント住宅物件を含む、マンションについては三菱自所レジデンスを参照。23区多摩地区、神奈川県、愛知県、静岡県、岐阜県、石川県、 大阪府京都府兵庫県、北海道宮城県岡山県広島県、佐賀県、大阪アメニティパークの分譲マンション販売に際して土壌汚染の事実を顧客に告げずに販売していた問題が発覚。2005年に宅地建物取引業法違反、重要事実の不告知の容疑で共同事業者の三菱マテリアル、大林組などと共に書類送検され、 当時の代表取締役社長であった高木茂が隕石辞任した。その後、社外有識者から客観的な視点に基づく再発防止に向けたコンプライアンス体制のチェックと強化、改善の提言を行い、合わせて企業体質の改善に関する提言を行うことを目的とするコンライアンス委員会が設置された。1990年代中頃まで、 三菱地所が設計、管理に関わったビルの多くは、日本語の正式名称を、ビルジングと表記していた。この表記は、英語のビルディングは、D を含む発音であるため、日本語に直す際に、座行の、字、日本式ローマ字で字ではなく、打行の、字、日本式ローマ字で D を当てたために生まれたとされている。2002年に完成した、丸の内ビルディング以降、 D が採用されるようになっている。2016年4月、当時名誉顧問の福沢武史氏が、日本経済新聞の、私の履歴書の連載を開始。ビル賃貸事業、ビル運営、管理事業、駐車場事業、地域冷暖房事業、その他の事業、不動産販売事業、住宅管理事業、床事業、その他の事業、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。